はようございます。はい、どうもさっくんです。今回はこちら近鉄八尾駅にやってきました。今日撮影していきたいのは、近鉄大阪線でちょっとレアとなってしまった行き先に乗って、その終点まで行って、その折り返しを見に行きたいと思います。はい、それでは上がっていきましょう。近鉄八尾駅一番乗り場の方に上がっていきます。こちらの方面の案内には、河内国部、山手八木、伊勢志摩、名古屋方面、まあ、河内国部がここに出てるということは、まあ、大きな駅ということは分かります。とりあえず時刻表を確認しに上へ上がっていきます。はい、こちら河内国部駅、河内国部のこの電車が先着しますということで、このまま行くようです。6両編成ですね。この河内国部駅が走る目的なんですけども、この時刻表を見る限り、もうほとんどね、この河内国部駅ってのはなくて、ほぼほぼ高安行きばっかりということで、これは何でかと言いますと、この灰原って書いてるこの緑の四角い22分のやつ、これが走るためです。これは準急になります。この準急はですね、今はこの八尾なんですけども、準急に関しては、伏せからこの八尾までノンストップで、河内山本高安、そしてこの高安からまた河内国部まで、ここがちょっとノンストップなんですけども、普段これよりも多く走る区間準急に関しては、この八尾からずーっと、名張方面まで全部各駅なんですね。だから、ここの通過駅の補填をするために、この河内国部まで運転しないといけないということで、そのために、この河内国部駅が運転されているということです。まあ、それでなくても、大和朝倉駅確定とかいろいろ走っては問題ないんですけどね、ほんまにその準急の補填のためだけに、今はこの河内国部駅というのが、ちょこちょこ残ってるというわけです。でこの河内国部には、折り返し線があるので、その折り返し線をね、ちょっとくねくね走ってるとこは、ちょっと僕は昔から面白いなということで、今回ちょっと終点まで乗って、そのくねくね曲がって、上本町駅として仕立てるところを見たいと思います。Okay.
側の扉が開きます。ご注意ください。The doors on the right side will open. Please be careful.
河内国分駅に到着しました。先ほどちょっと撮れてなかったんですけども、一番乗り場から入庫電車が発車しますということで、もうすでに案内終わったんですが、このように入れ替え標識ももう表示されておりまして、もう出発準備は完了しています。ちなみにも河内国分2号線からも出れます。このように各駅停車を、この先から補填するために運転されている、区間準急ではなくて準急です。準急はここまで高安からノンストップで走ってきましたので、この各停がこっちで補填したということになります。このまま、国分で接続しました準急、この横を発車していきます。この河内国分の、折り返し線に入るには1番線だったらこの真正面に見えている線路を今走っていったんですが、この2番線から折り返し線に入る場合はこの本線上を一旦走って、このくねくね通るあの奥で曲がって入るようです。一応この2番線から入れるような回路はできているようです。それでは折り返し何やろこれ。結構最後の方のコマまで進みましたね。まだ行くどこまで行くのこれ。すごい、どこまで行くのこれ。なんかね、途中で、止まった。途中、名古屋線の行き先とかも出るぐらいぐるぐる巻いてました。よし、それでは反対ホームに行ってみましょう。今確認したらね、引き上げ線におるやつ、なんと区間準急になるらしい。この駅始発の優等列車はあまりないんですけど、ここ始発のね、区間準急はね、最近登場したようです。でその前に発車するこの準急もあります。準急はこの次高安なんですけども、こちらの今からやってくるこの区間準急に関しては八尾までずっと各駅停車です。もうここでね、だいぶね、準急という種別の中でもね、差がつくわけです。でこの区間準急、ここからまた高安までの各駅を補うために準急ではなく区間準急としてこの駅から始発で運用されるようです。ではやってきました。今までは当たり前に見れたこの河内国分駅のくねくね渡るこの引き上げからね渡り、来ました。なかなかくねってますね。これカーブの中でね、このポイントを渡ってくるという、うわすごい曲がってるな。ここなかなか曲がってるんですよね。僕本当にここをお勧めしたい。
なんと優等列車がくねくね曲がってきて始発列車として入ってくるというこれも僕今まであんま見たことがなかった。すごい。そしてこの区間準急の先に発車するやつが急行なんですよね。このように急行はここを出ると伏せ鶴橋としか止まりません。お、始発放送がここで聞きます。はい、ということで、先ほどの区間準急に乗って、川内国府駅から、一駅安藤に戻ってきました。ということでね、貴重な川内国府折り返しというのをちょっと見てきましたが、いや本当に貴重なんですよ、このね川内国府折り返し、川内国府始発っていうのがもう本当に少なくなってきました。ということでね、ちょっと朝早い取材でしたが、撮影できて僕も嬉しかったです。ということで今回の動画はこれにて終了です。またこの続編がありますので、ぜひこの続編もご視聴お願いいたします。ということで今回の動画は終了です。ご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、高評価もぜひよろしくお願いいたします。また旧 Twitter、X、インスタ、
最近では TikTok も始めましたので、ぜひそちらもご視聴お願いいたします。